想像を超えた話でちょっとびっくりしました。ザ・ドローンライフではですね、今回は、戸澤さんがドローンを始めたきっかけからドローンに関係する今までの歴史、戸澤さんはいろんなこのドローンの業界で、いろいろこう動かれて、何かこうドローンの業界をちょっと変革されたようなところがそんなことないですよあるということで、ちょっとその辺をね、ぜひ、今私はドローン始めたばっかりなので、そうやってドローンを飛ばせるっていうこと自体がもう当たり前のように思ってるんですけど、そうじゃない頃からの時代のこのドローンにまつわる歴史みたいなものをちょっと教えていただけたらと思っています。これ聞いていいのかわかんないですけど、今レースのドローンって3つ一緒にこう飛ばすことしかできないんですけども、噂で聞くところによると戸澤さんは6個のドローンを一斉にこう飛ばすことができる機械なんかも開発されたりとか、といろいろありますけれども、まずドローンを始めたきっかけみたいなのはどんなところにありますでしょうか。ドローンはね、もともとラジコンだから、今は、なんていうのかな、あんまり技術に興味ないような人も撮影したいとかね、空撮したいって言って、その機体を買ってきてやってて、あんまりそのテクニカルな人じゃない人がどんどん入ってきましょう。で、もともとドローンはラジコンの世界だから、こういうものを見えますね、はい、こういうものを作ってたり、飛ばしてた人がドローンに来ただけなんですね。あ、そうなんですか。だからヘリコプターでシングルローターのこういうエンジンのついたヘリコプターとかこう飛ばしてたわけですね、でそういうのは姿勢制御だとかそういういわゆるエレクトロニクスがあんまり入ってなかったんだけども、そのうちマルチローターコプターっていって、こういうモーターを4つつけてね、中にその姿勢をコントロールするそのセンサーだとか入れて、その安定に飛ぶような技術が出てきたんですよ。だからラジコンやってる人は何でもその技術が好きだから、自分で作るからそっちの方にこう少しずつ行ってきたけどね。でそれは10年ぐらい前でしょ。でその頃はだから DJI なっていう会社は影も形もなかった。みんなラジコン屋さん一生懸命こういうのを自分でコツコツと作って、モーターを変えたりプロペラとか変えたりね、この辺のソフトウェアをいじったりしてホビーで飛ばしてたわけ。でもやっぱカメラを積んで無線機を積んでそのゴーグルで見るっていう文化が来たから、今までそのラジコンっていうのはこう見てぐるぐるぐる飛ばす世界から、もういきなりその見えないところまで飛ばすことができるようになっちゃった。でこれは面白いって話で、でっかい機体にグライダーみたいにつけて4キロも5キロもずーっと飛ばして、映像を見ながら飛ばすっていうのが結構エキサイティングな世界だったんで、我々それで走ったわけですよ。それ何年ぐらい前なんですか。10年ぐらい前。でそれからどんどんそのいわゆるドローン、その頃はねまだドローンなんて言葉は全くなくて、ドローンっていう言葉はね首相官邸起こってからですよ。それまでは何て呼ばれてたんですか。マルチコプターとかね、マルチローターコプターとかね、そういう風に言ってた。マルチマルチって僕が言ってた。シングルローターに対してマルチローター。シングルローターはなかなか飛ばすの難しいんだよね、でこれはマルチローターは中にその姿勢制御 の、センサーコントロールが入ってるから、誰でも飛ばせるっていうか、手を離してもピタッとこうホバリングする、いかにピタホバをするかみたいな技術の追求をみんなでしたわけ。今は当たり前なんだよ、今は当たり前の DJI の機体のほっといたってそこにバッと浮かんでるでしょ。10年前はそれを自分たちでやるためにはもう朝から晩まで改良改良でやってた。みんなテクニカルピープルだったりその人たちはね。そうなんです。で僕なんかもラジコンやってたから、シングルローターからこういう飛行機でね、固定翼飛ばして、飛行機飛ばしてる映像は戸澤さんの YouTube に載ってますので、それはまたね説明欄に貼っておきますので。もう最近アップしてない。昔はもう毎日のようにアップしてたから山ほどだいぶ前から YouTube されてるって言ってました。もうだいぶ前、最近はもうやっぱりアップの仕方も忘れちゃった。YouTube 歴何年でしたっけ。どのぐらいかな、覚えてない。10年以上やってるとかね。今アマチュア無線4級とか資格を取ればこのドローンは飛ばしてもいいとかそういうのがあったんですけど、
そういう資格面っていうのは日本はどんな歴史をたどっていったんでしょうか。もともと大事故はね、はい、2.4GHz ってただこう目視で飛ばす分には、はい、普通に、はい、プロポを使えばね、はい、いいわけだよね、はい、もうこの車にしたってなんだって、はい、こういうようなもんで、はい、これはもう、はい、無資格でいいよ、はいうんうん、ところがそのドローンにこういうマルチローターとか、はい、でかいグライダーなんかで、はい、目視が飛行っていうのは面白いわけですよ、はい、今までラジコンでは目の前ぐるぐるぐる回すだけだったけど、はい、目視内飛行だと無線で飛ばしてモニターだとかゴーグルで見ると機体そのものはもう見えないとこ飛んでちゃう。1キロも2キロも5キロも飛んでたりで帰ってくるわけですね。そうすると自分がパイロットになったようなコックピットに座って3キロも4キロも途中の知らない街の上をこう見ながら飛んでって、これは非常に面白いわけですよ。その頃は国宝も何もなかったから。でただしそれをやるためには映像を自分のところまで飛ばさなきゃいけないんですよね。そこに無線機が必要なんで、この無線機が中国からいわゆる 5.8GHz という無線機であったんだけども、みんな違法なわけ、電波法に違反するわけで、どうしようもなかったけど、そのうち、ドローンレースっていうのもやりたいよねってアメリカとかシンガポールとか中国で流行ったけど、日本の場合はこの無線機だけはどうやっても許可にならないから合法的にやる方法が全くなかった。でそれは困ったなと思うんで、まあ、僕は仕事もそういう会社にいたし無線の知識もあったし、まあ、総務省なんかにも結構パイプがあったから、それからあとアマチュア無線もやってたから、アマチュア無線連盟もよく知ってたから、アマチュア無線のバンドを使ってやればホビーなんだからいいだろうということで、アマチュア無線でやろうとしたのが今から5、6年。そんなあれなんですね。その頃はだから日本でドローンレースなかった。ドローンレースの歴史なんてまだ5年かそこ、日本のドローンレース、まあ、世界のドローンレースはまだ7、8年ですよ。10ではない。で日本でドローンレースやるためにはアマチュア無線しかないなと僕は思ったわけだ。だから総務省に掛け合って、あるいは日本アマチュア無線連盟に掛け合って、ドローンレースだとこの子を飛ばすのにアマチュア無線のライセンスでいいだろうと言ったらノーって言われた。アマチュア無線っていうのは通信だから、やっぱり相手局があって、無線でお互いこういうのでね、はいはい、もしもしこちらなんとかです、聞こえますかみたいな通信の世界だ。これっていうのは自分で飛ばして自分の映像来るから相手がいないわけじゃない。だからその目的が運用だっていうことで、アマチュア無線連盟も認証会社も総務省もそんなのとんでもないっつって県も来る。そうだったんですね。それからどうなっていったんですか。だからその前から実績作りでいろいろ総務省を口説いて、いろいろ提案書を書いて、これからねこういうのが広がるし、今子供がみんな理科離れしててね、もうこういう無線だとかラジコンだとかやる子供いなくなってるぞと、そういうのをさあんたらは拒絶するのかと半ば脅迫気味にあちこちを攻めていったわけ。ザ・ドローンライフ。じゃあなんか言われてもいいからって、無理やり撮っちゃったりとか、日本で初めてこれをドローンで飛ばすための無線。OK が出たってこと。 OK は半分灰色のまんま。そうなんですか。だから総務省の課長さんなんかに会うと、戸沢さんがやってることは僕はうんって言ってないからねって言われてたんです。そうなんです。いつぐらいから認められるようになったんですか。それあれだから、僕がやり始めて、みんなでやれば怖くない世界で、みんなでやってドローンレースとか始めてやったら、やっぱり総務省もアマチュア無線連盟もものすごい何百人って人がやり始めたから、あ、これはやっぱり新しい文化だなと、ね、そういう閉鎖的なことばっかりやってたらしょうがないって理解示す人が出てきたわけだ。今総務省のホームページにはドローンの FPV はアマチュア無線でやってくださいって書いてある。書いてありますね。僕が始めた頃は総務省はとんでもないって言う、電波法違反だって、逮捕されるの覚悟でこれに臨んだわけです。すごいです。でもそういう流れがあって何年前ぐらいからなんですか。ちゃんと5、6年前ですよ。では大きな頭が5、6年。いやいや、5、6年前に僕が始めて、
で実際に総務省がいいよって言い出したのは、うん、それから2年ぐらいかかったかな。その間ずっと戸沢さんはその総務省の方とか、うん、アマチュア無線の方とか、そうそう、何回も言って話をして、で若い人が入ったんですよ、うん、やっぱ若い人が科学技術に興味を持ってくるためにね、うん、法律だからってね抑えるのはいかがなもんかっていう、そういう切り口で僕は入ってた、うん、今アマチュア無線の4級の講習会で2割か3割はこういうのやりたいからっつって入ってる人がいるわけだ、うんうん、小学生だの中学生だの、うん、若い子がね、アメリカなんかでもドローンレースはハムライセンスでやりなさいっていうのは、それ建前であって誰でもできるなって、うん、日本のドローンレースは全部アマチュア無線のこういうライセンスをこう見せてね、うん、僕は持ってますよ、うん、コールサインもありますよって言わないとドローンレースにその参加できないようになってるわけだ、うん、だけどアメリカなんかそうじゃない、だから日本も遅れてるよねって、今はもう一歩進んで国家資格だとかそんなもん取らない、三陸特もなくてもね、もうフリーライセンスで飛ばせるように今一生懸命動いてる、第二段階として。すごいですね。じゃあやっぱりその動きをこう強めるためには、今私たちは法律にのっとってきちんとやっていくっていうことが、総務省も理解を十分示してて、そうですねって、若い子も入ってるしこれ大事なことだから、外国並みにね、アメリカなんか25ミリワットはフリーなんですよ、だからフリーにしたいですねって総務省の方はおっしゃってます。ただ電波法の改正って大変なんだよ、結構これは法律の改正になるから、こういうのをやってる人たちがみんな一致団結して声を大きくしていたり署名運動したりしていかないと、なかなか電波法の改正までいかないけど、だから一朝一夕にはいかないんだ。でもまあその5、6年前にアマチュア無線できるようにした時も最初はダメって言われたのになんとかなったし、今次の段階でアマチュア無線もいらなくてやろうっていう方向になんとか持ってきたいなと、そう思ってるんです。すごいですね、想像を超えた話でちょっとびっくりしました。いろいろ尽力されてきた戸沢さんがですね、ドローンをやっている若い人たちに向けて何かこうアドバイスとか何か伝えたいこと一言お願いできたらと思います。面白いからね、こういうのはね、でもまあただあのやっぱり日本は法治国家だから今のところそういうルールが全部あるんで、ちゃんとよく勉強して航空法だとか電波法だとか勉強して、やっぱりまず今ね、あとおっしゃったようにルールに合致してって、まあ、やっていかないと次のステップにもいかないよね。一部の人はちっちゃいからいいやっていう人もたくさんいるわけですよ。でそういうのが増えちゃうと国は逆にフリーにするどころか、もっとし圧力をかけちゃうことになりかねないんですよね。だから航空法だってそうでしょ、なんでこんな厳しくなったのって、一部の人がやんちゃやっちゃって事故を起こしたりしたからこうなっちゃったわけですよ。だからやっぱりきちっと守ってって安全で楽しくて社会の役に立って将来的な子供のそのリカバラにも歯止めをかけられるもんだっていう方向に行けば、総務省もじゃあ法律を変えましょうっていうことで行くわけだよね。そうですね、やっぱり何かお願いするときには信頼してもらえる立場をこちらもちゃんと取ってもらいたいですね。そうだよね、そうしないとね。戸沢さんはいろいろこう技術開発をされているっていうことなので、どのような技術開発をされているか、まあ、こういう無線機のこういう開発はしてますけどね、はいはい、これあのホームページか何かで買えるんですか。あ、買えますよ。これはだから私たちが開発して売ってるところはね、はいはい、ボーダックっていう会社が売ってます。あ、そうですか。売ってるのはさっきの一つですか、他にも何か。いくつかあります。それからあといろんな受信機だとかね、あと日本でドローンのレースするときに今3台までしか一緒に飛ばせないんですけど、6台一緒にこう飛ばすことができるものをなんか開発されたって噂があったんですけど。ああ、それはね、はい、結局ハムバンドがあって、はい、その中の使うエリアって決まってるんですよね、はいはい、そうするとこう映像を飛ばすときに周波数の中の帯域っていうエネルギーの領域が必要になってるのね、はいはい、でそれが今普通のものだと、はい、3つぐらい使うとその領域がいっぱいになっちゃうわけ、うんうん、だからそれをもっとシャープにして細くして、うんうん、で6つ入るようなやつは理論的に可能なので実験をしてみたんだよね、うん、だからこれはものすごく特殊なものになっちゃうから、うん、商品化は若干してるんだけど、
どうしても高くなっちゃうから、うん、ドローンレースでみんなが買うってわけいかない、うん、みんなが買ってるやつってのは中国製の無線機だから1個1200円ぐらいで買えるわけね、うん、これがいきなり2万円になっちゃうと、うん、やっぱりちょっとっていう話になっちゃう、うん、ホビーの遊びの世界、それがでも1個2万円で買って、それをここに貼り付けして、うん、でその6人全員がそれであれば、うん、6機一緒に飛ばすことができる、やることは理論的には可能なんだけど、6機は無理かもしれないけど、多分5つぐらいはできるはずだね。だけど、それは1人で何機も持ってるでしょ、何枚もするやつを1人で何機も買って、うん、それが60人か60人全員が買わないと成り立たないわけですよ、うん、それもさっきの会社のところでホームページで販売されてるんですか、うん、だからまあ実験用ナローバンド無線機ですね。私はまだ知識はないんですけど、他の方に聞いたらすごいことなんだ。まあだからそれは一過性の話であって、はい、最終的にはもうフリーライセンスにしたいし、バンドをいっぱいいっぱい端から端まで使えて、なおかつフリーライセンスするっていうのが最終目的だから、そうすると今のそのナローバンドだとかっていうのは一過性の話であって、もうあんまり今それやってもいいんだよ。今はもっとそのバンドの枠を外しちゃって、フリーライセンスにすれば、本当に8台ぐらい同時に飛ばせます。それはだからもう1年2年すればそういう時代が来ると思う。すごい、もうすぐそこまで来てる、動きとして。